次に馬淵澄夫君。馬淵澄夫君。民主党の馬淵でございます。連合審査での機会をいただきました。本日は、この審議も、いよいよ押し迫ってきたというふうに思っております。提案型の質問をさせていただきたいというふうに思っております。まず、今日は、この法案の中の8条、これに定められています表示規制、すなわち消費者還元セールなどの禁止、これについてのお尋ねをさせていただきたいと思います。4月12日の本会議で、趣旨説明の中で森大臣は、消費税の転嫁を阻害する表示を規制する意義について、第一に消費者に消費税が転嫁されていないような誤認を生じさせる恐れ、第二に周辺の商店街の方々が追従を余儀なくされ消費税相当額分を値引きせざるを得なくなる恐れ、第三に納入業者に対して買い叩き等の転嫁拒否行為を誘発する恐れであると、このように述べられました。8条の立法趣旨意義をこう説明されたわけであります。もう繰り返し経産委員会では確認をされていますが、この私の質疑の中で改めての冒頭での確認です。この意義3つということで、この3つの意義ということで間違いございませんですね。森国務大臣。馬淵委員にお答えいたします。本法案第8条の趣旨は委員ご指摘のとおりで間違いございません。馬淵澄夫君。はい。3つの異議、誤認防止、そして値上げ追従防止、そして買い叩き防止と、これらが、その立法趣旨異議であるということであります。そしてこの8条の規制、いわゆる消費税還元セールの禁止などというものに関しましては、経産委員会でもたびたび憲法との関係も議論がなされました。いわゆるこれは憲法の中で21条1項で保障される表現の自由、あるいは22条1項の営業の自由、これを規制する側面があるとの論であります。いわゆる憲法論からのこうしたこの規制に対する疑義がたびたび審議されました。また経済上の実態論として、これは重要な販売促進オプション、これを縛るものではないかといった意見も多くございました。さてその中、実態論に目を向けますと、1997年4月1日の消費税 3% から 5% 2% 引き上げた、この1年半後であります。消費の冷え込みが大変顕著である中、98年11月にイトーヨーカドーなど大手スーパーが、消費税還元セールをこれ5日間ほど行われました。この時の大手スーパーの各社の売上高は推計で前年同期比3割6割増と大幅な伸びを示したと言われています。これはお手元の資料に1枚目丸1に記しております。ずいぶん昔のことでありますが、このように消費税還元セールというものが大変大々的に出された、そして売上が3割から6割と増えたということで、大変大きな数字を示したわけであります。実際にこの日本チェーンストア協会の月別の販売推移、これを見ますと、お手元資料丸2でございます。ここを見ますと、この平成10年ですね、真ん中あたりです、右の方ですが、前年同月比を見ますと、11月の数字はこれは 100.5%、 その前の月10月は 97.7、 12月は 97.8%、 11月は5日間しか消費税還元セールなされてないということを考えますと、やはりここでは消費の冷え込みに対して非常に効果的な販売促進オプションであったことが読み取れるかと思います。このように消費税の還元セールということ自体は、消費の冷え込みが予想される、予期されるという中では、事業者にとっては重要な販売オプションであると、促進オプションであると。また先ほど来申し上げるように、このような状況の中でですね、規制に対してはさまざまな疑義があるという中では、当然ながらこの規制手段には必要性と合理性というものが、その目的に対しては問われるということであります。すみません。で、憲法との関係については、5月10日の経産委員会で、
これは三谷の質問がございました。その関連性につきましては、森大臣は、これは本法案第8条覚悟の表示を規制することは公共の福祉のために必要かつ合理的な制限であり憲法に違反するものではないと考えておりますと答弁されています。そこで確認ですが、この冒頭答弁いただきました3つの異議という立法目的を達成するためにはこの8条の表示規制というものがですね、必要かつ合理的であるという要件が求められるということでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。森国務大臣。はい、ご指摘のとおり必要かつ合理的である必要があると思います。馬淵澄夫君。はい、先ほど申し上げた誤認防止あるいは、いわゆる追従防止セールスの防止あるいは変えた時の防止というこの3つの意義、これが規制の中で、合理的かつ必要であるということが当然ながら要件として求められるということ、このことの確認をさせていただきました。その上でですね、この意義と規制の必要性と合理性の有無の議論をしたいと思います。今確認させていただいた表示規制の意義のうち、まず3つ目でありますが、買い叩き等の転嫁拒否行為の誘発、いわゆる買い叩きなどを防止するという意義、これに対しての表示規制という手段の関係について、確認をしていきたいと思います。規制が必要かつ合理的であると言えるためには、消費税還元セール、これらのことがですね、納入業者に対する買い叩き等のいわゆる転嫁拒否のその行為の誘発ということが因果関係としてなければならないと、このように考えられます。そしてこの場合ですね、じゃあ本当に因果関係がどのような状況だったのかということで言いますと、先ほどもお示ししましたように98年11月の当時の消費税還元セール、果たして買い叩きがあったのかということであります。小売業者による納入業者に対する不当な買い叩き、これは独禁法上の優越的地位の乱用にあたります。還元セールが行われた98年度独禁法上の優越的地位の乱用事例について、これは法的措置および警告件数何件あったのか、公取お答えいただけますでしょうか。公正取引委員会杉本委員長。お答えさせていただきます。平成10年度に優越的地位の乱用に関して取りました法的措置は1件でありまして、そのうち明確に消費税に関連するものはございません。また平成10年度に優越的地位の乱用に関して行った警告は2件でございますが、そのうち明確に消費税に関連するものはございません。はい、馬淵澄夫君。買い叩きはなかったんですね。98年度当時少なくとも公取が把握するものはありませんでした。ではもう一方でこの消費税還元セール、大手小売スーパーの売り上げが先ほど申し上げたように3割6割伸びたんです。そしてその中で大手小売スーパーに納入する納入業者の売上及び利益はどうだったのか、買い叩きがあれば当然ながらこの納入業者の売上は上がらないか、もしくは下がる可能性がある。公取は買い叩きを把握していないということでありましたが、このように納入業者の売上が上がらないあるいは下がったという客観的なデータというのはありますでしょうか。これ経産省事務方で結構です。経済産業省石黒経済産業政策局長。お答えを申し上げます。納入業者につきまして利益率は一般的に年次ベースで示されておりますので、委員 ご指摘の、 月次のデータを把握するというのは非常に困難でございます。そういうことで結論といたしましては把握できていないという状況でございます。はい、馬淵澄夫君。はい、ありがとうございます。ないんですね、これ客観データはないんです。私もこれ確認しましたが、中小スーパーこういった統計は取っておられません。さらに小さな納入業者、こういったところはですね、それこそもう細かなデータなど、外に出てくるような集約の方法もないということで、経産省自体が把握するような客観データはございません。したがってですね、消費税還元セールが納入業者に対する買い叩きを誘発するという因果関係を示す客観データはありません。そしてさらに二つ目の意義でありますが、先ほど申し上げたように周辺の商店街がいわゆる追従セールス、これを余儀なくされるこの恐れはどうなのかということについての議論をさせていただきたいというふうに思います。これは先ほど申し上げたようにこの意義が果たして
本来のこの8条規制のその必要性、合理性というものとして十分に妥当かどうかということであります。経産省にまたお尋ねをしたいと思います。先ほど申し上げているこの98年11月大手スーパー還元セールによる周辺の商店街の売り上げないし利益が下がったというこれ客観データございますでしょうか。経済産業省石黒経済産業政策局長。お答えを申し上げます。委員が配布されました2枚目の資料にございます。大手スーパーマーケットに関します売上高、月次の売上高がございますが、中小スーパーや商店街の売上高、それから利益のデータにつきましては、業界団体、政府のいずれにおきましても、そのようなものを対象に絞った統計はございません。はい。馬渕澄夫君。はい。客観的なデータないんですね。このように追従セールを余儀なくされる恐れといったもののデータ、客観的なエビデンス、これは政府としては把握していないんです。このように3つの異議を森大臣はおっしゃいました。そのうちこの2つ、買い叩き防止と追従セール、これらの防止、この2点については今の答弁で明らかに因果関係を明らかにすることはできません。客観的なデータはないんです。で、一方この経産委員会での審議、どのような議論がなされてきたか、これは私もこの経産委員会の中でたびたび耳にしておりますが、いわゆるこの8条禁止の中で禁止されている買い叩き行為を、これは行われることを懸念する声がございます、こういう答弁だったり、あるいは地域の商店街の方々が追従を余儀なくされる、こういったことが懸念する声といったものも聞かれる、このようにこれは消費者庁の事務方お答えをされています。そこで消費者担当大臣にお尋ねをしますが、これまでの答弁はですね、要するにこの3つの異議のうちの2つ3つ目、買い叩きもしくは追従セール、これらの因果関係を示す客観データはないんですが、懸念する声がある、だから規制する、こういう論理になっています。言い換えれば現場の懸念する声、これが唯一の根拠なんですね。ではお尋ねしますが、この唯一の根拠である懸念する声について、安倍政権となった後、政府としてヒアリングを行われましたでしょうか。お答えください。森国務大臣。そもそも論から申し上げますと、いやいや、そもそもいらないです。お答えください。客観的データがないということでございますが、質問に答えてください。ヒアリングされましたか。小さい業者につきましては情報収集力、立証力、交渉力が劣りますから、大手さんのようにきちんとしたデータが出せないということは申し上げておきたいと思います。またヒアリングにつきましては、政府与党としましてはこれまで多数の事業者団体からヒアリングを行い、消費者庁からも当該ヒアリングの場に、政府がしましたかとお尋ねしてますよ。私は消費者庁も当該ヒアリングの場に出席してヒアリングを行ってきたところでございます。委員長、馬渕澄夫君。森大臣、ちゃんとお答えください。政府はヒアリングをされましたか。明確にお答えください。端的に。森国務大臣。政府与党の場でヒアリングをいたしましたけれども、同じ業者からまた別途消費者庁だけでヒアリングをするというようなことは無駄でございますのでしておりません。はい、はい、馬渕澄夫君。はい、政府は行っておられません。そして与党ではされたということであります。2月3月、PT でヒアリングをされた。しかし現場のヒアリングではないですね。まあ、これは懸念する声というのがどのような形で得られたかということに対して、これはもう水かけ論になるでしょう。しかし私は現場感覚と随分違うのではないかということを申し上げたいんです。政府が本来ならばこうしたこともしっかりと確認をしていく作業が求められるのではないか。私はこうやって質疑に立たす中でですね、確認をしていないのかと問われてはいかんですから、自らも私の事務所でもこうした実地調査をやっております。まあこれはもう限られておりますが、連休中戸越銀座商店街、大変商店主の皆さんにご迷惑かけましたが、一軒一軒回りました。まあこれでも、3時間かけてですね、40何件なんですが、まあその中でですね、これは消費税還元セール、これはどうですかということについて、決して誘導はしてませんよ。31件の方々はこれ反対で、どちらとも言えない、あるいはよくわからない、こういった方々10件、41件、これに3時間かかりましたが、それでも、こういった、いわゆる反則セールスの手法を法律で規制することに対しては、大変、厳しい声があった。
つまりこの懸念する声があるとして、憲法上でも権利と関係し、かつ小売という立場の販売促進を縛るだけの必要性、合理性があると言えるのかということが極めて重要な問題であるということを指摘をさせていただきたい。その上で、先ほど森大臣おっしゃった一つ目の意義です。誤認を生じさせる恐れ、これがその先ほど4月の本会議の趣旨説明の中で第1番目に掲げられましたが、これも確認をさせていただきたいんですが、この第8条の実質的な規制意義として、消費者に消費税が転嫁されていないような誤認を生じさせる恐れ、これは第一義的な趣旨ということで、よろしゅうございますでしょうか。端的にお答えください。森国務大臣。本法案第8条の趣旨は、委員の一番最初の質問にお答えしたとおり3つございますけれども、消費者に消費税が転嫁されていないかのような誤認を生じさせることの防止を第一義的な趣旨と理解しております。馬淵澄夫君。ありがとうございました。明確なご答弁ありがとうございます。重ねて森大臣に、お尋ねをいたします。第一義的な趣旨は、消費者に消費税が転嫁されていないかのような誤認を生じさせることの防止であるということを今ご答弁いただきました。であるならば、消費者に消費税が転嫁されていないかのような誤認を生じさせることは、8条のこれ1号から3号まであります。8条各号の表示行為を規制するための要件であるという認識でよろしいでしょうか。お答えください。森国務大臣。表示の防止でございますので、実際に誤認を生じさせるということが、個々の消費者に誤認を生じさせたかどうかということは必要とされておりませんが、本法案第8条の禁止行為には、消費者に消費税が転嫁されていないかのような誤認を生じさせる恐れがあるということが要件として含まれております。馬淵澄夫君。はい。森大臣、重ねて確認です。今ご答弁いただきました、この誤認を第一的意義として、そして要件であるということでありますが、これは1号2号3号すなわち8条の要件であるということでよろしいですね。森国務大臣。もう一度誤解のないようにご答弁しますけれども、本法案8条の要件には、消費税が転嫁されていないかのような誤認を生じさせる恐れがあるということが要件でございます。はい、ありがとうございます。馬淵澄夫君。3つの意義の1番目、いわゆる誤認というのが第一的意義であり、かつそれが8条の要件であるということを森大臣から明確にご答弁をいただきました。このようにこの消費者の誤認が規制要件であるということを今この私質疑の中で確認をさせていただいたわけであります。さて、こうした中で実は経産委員会の中ではですね、政府のご答弁大変申し訳ないですが、うこさ弁、まあこれは私から見れば大変変遷があったんではないかというふうに思っております。答弁発言がですね、これ様々に変遷されました。どなたが何をおっしゃったかともうこの場では申し上げませんが、結果そういう状況の中でですね、政府としては5月の8日です、これはお手元の資料の丸4でお配りをしておりますが、政府が消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方として、これペーパーをまとめられたわけです。関係省庁が全部これはもう名前を連ねてということであります。重要なこと、これはですね、まあこういろいろ書いてありますが、この真ん中あたりですね、消費税を意味することが客観的に明らかで、明らかな場合でなければ禁止される表示には該当しないと、このように、明示をいただきました。すなわちこの8条という部分については消費税との関連性の明示、これが実質上の規制要件だという認識であります。そして5月10日の経産委員会では、森大臣がこれまでの答弁の言い方を分かりやすく修正したと、これは近藤理事の質問にもはっきりと答えられている。このような状況の中で、
これまでの答弁の変遷、説明の分かりにくさというのは一体何だったのか。これは、すなわち先ほど申し上げたように、8条の趣旨、意義や要件、必要性、合理性が不明確であったからということに、これは尽きると私は思います。で、この法案第8条1号というのは、もうこれはもう繰り返しで恐縮ですが、取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示、これは消費税はいただきません等ですね、これを禁止するものであり、消費税との関連が明らかであり、かつ消費者に誤認を生じさせることも明らかであることから、これは規制する必要性、合理性があります。明確に誤認を生じるからと。しかし、8条の2号、3号はどうでしょうか。実はここは曖昧なんですね。条文もここにはお出しをしておりませんが、2号は消費税との関連というのは、これは全く法文上明記されていません。そして、3号、これは、ポイント等の経済上の利益、これを提供する場合を想定しています。まあ、ここには、消費税の関連というのがありますが、2号、3号ともにですね、あくまでも、間接的な消費税との関連性にとどまっていると。ゆえに、この趣旨規制である、この規制の趣旨である、消費税との関連性、これや消費者の誤認を生じる、させる恐れとの関連性が不明確であると。そこがですね、解釈や説明の混乱の原因になっている。で、これについてはたびたび政府側は、先ほどもご答弁ありましたが、もう成立すれば早期にガイドラインを作るとおっしゃっていますが、それはそうじゃないんですよね。本来ならば、作った後にガイドラインを作り、できた時にガイドラインを作りますではなくて、法文上に明確に行政の裁量というものをしっかりと規定していかなきゃならない。恣意的運用というのは、いわゆる事業者の自由裁量を狭めてしまって、逆に言うと、販売促進も含めて萎縮効果を生んでしまうんです。従いまして、規制趣旨やこれまでの答弁、これを踏まえると、消費者の誤認、この部分の規制趣旨と関連性の薄い2号、3号、これについては削除するのが筋ではないかと、私はこのように考えます。お手元の資料にはお配りした丸5でございますが、これは私は個人的に修正案というものを考えました。今申し上げたように、第一の意義とは、全くここは相入れないのが2号、3号である。だからこれは削除です。そして、2号、3号を残す場合、消費税との関連性の明示が必要だというのは先ほど政府のペーパーにありました。これで、消費者の誤認という規制趣旨と、この誤認が、消費者の誤認が規制要件となるとする、これまでの答弁を踏まえますと、2号、3号の規制要件として、丸6では、私はここでは、消費税の記載がある場合に、ここで、法文上ですね、2号、3号に明確にその記載を入れるということと、あと、誤認要件ですね。これを書くということが、丸6の案2であります。案7に関しては、規制対象を若干広げて、消費税との関連性が案3でございます。丸7の紙ですが、関連性が明示される場合には、限定かつ誤認要件を追加する修正を、ここで提案をいたします。まあ、このような状況で、消費税との関連が、間接的な2号、3号については、やはりここは、この本来の森大臣のご答弁にもありましたように、この立法の意義から鑑みて、何らかの修正が必ず必要であると、このように思っております。それによって、本来であれば、自由な裁量によって行う事業者の予見的な、その予見可能性も高まって、活動がより活発にできるということが保障されるというふうに思います。その中でですね、昨日、そして本日も新聞の報道ございました。これは法案に消費税率引き上げとの関連を明示するものなどの文言を盛り込む方向で調整しているとの報道がされております。これは私はもう一委員の立場ですから、預かり知るところではありませんが、もちろん国会でお決めいただくことでありますが、もしこのような形で消費税と関連の明示がなされるならば、いわゆる消費税関連明示要件が満たされる法案に変えられるのであれば、もう一つ重要なことがあります。誤認要件、これをしっかりと書き込まなければなりません。この法案修正の中で、仮に誤認要件が入れられないということであるならば、これはぜひ、私、丸8の資料に載せておりますが、これはぜひ、国会の話でありますが、政府の話でありませんが、付帯決議として決めていただくということを、私は強く申し上げておきたいと思います。時間が参りましたが、
このようにこの8条に関しては単に早期にガイドラインを作るということではありません。その意義から立法趣旨からまず誤認を生じさせる恐れ、この誤認防止ということが第一義的な意義であるというところから修正あるいはこの付帯決議というものを一刻も早く国会の場で審議し確定いただくことを望んで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。